こんばんルーム、小倉優衣です。小倉優衣のゆいルーム第17回がスタートしました。この番組はお部屋でまったりとくつろぐような感じでゆるりとお届けしていくラジオです。いや、今回はね、ご選挙の関係で深夜3時半からという放送ですが、いつもより3時間も遅いんですかね。みんな起きてくれてますかね、ルームメイトの皆さん。もう寝ちゃってる方もいるかなね。でもこう深夜帯だとね、普段夜型生活の方とかがもしかしたら今聞いてくださっていてね、もう噛んじゃったよ、出ちゃったよ、もうこういうとこが初めましての方にもね、新たな出会いが今起こっているかもしれませんが、はい、小倉優衣と申します改めてね、まあ、深夜ではありますが、こういつも通りね、ゆるりとお届けしていきたいと思いますよ。そんなわけで10月も下旬に差し掛かりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。結構気温なんかもね、下がりつつあってね、どうなんだろう。私はもうこの時期はずっと卒論のことしか今頭になくてですね、なんであえてここでは何も言わないでおこうと思うんですけどもう学校、そうですね、学校とかで言うと文化祭やってる時期とかになるんですかね。懐かしいな。私も大学生であるんですけど、大学生になってからはあんまり文化祭とか全く関与してなくて、中高生とかは割と意気込んでね、いろいろやってたと思うんですけど、でも職業柄やっぱりこう土日とかにあることが多いので、どうしてもイベントとかで全部参加できなくって、だから当日よりも準備日とか片付け日とかがすごい楽しかった思い出ありますね。授業がこう潰れてみんなで買い出し行ったりとか、段ボール集めたりとか、そういう思い出がね、蘇りますけど。私大学の文化祭とか、行ってみたいんですよね。なんだっけ。結構呼ばれるじゃないですか、ゲストとかで。ああいうの、あんまり行ったことなくて。呼ばれてんのかな、私。ぜひ、もしかして呼ばれてんのかもしんないんですけど。ね、本当は行ってみたいんですけどね。ぜひこれ聞いてる大学生の方いたら。ね、今年はもうあれかもしんないんで、来年とかあたりに呼んでください。ではでは参りましょう。小倉優衣のゆいルーム。皆さん今日も最後までくつろいでいってくださいね。この番組はキングレコードの提供でお送りします。小倉優衣セカンドアルバム、ハニカムハイタッチメモリーフューチャーストライクに加え、テレビアニメズレズレチルドレンのエンディングテーマなど新曲もたっぷり収録、小倉優衣チェリーパスポート発売中。セカンドアルバム発売、タイアップシングル「イノセント」「トリプル D」「フラワー」に加え、アルバムリード曲「ゼロ」を含む全12曲を収録。蒼井翔太ゼロ発売中。小倉優衣のゆいルーム。改めまして、こんばんルーム、小倉優衣です。さて、今夜も始まりました、ゆいルームですが、まあ、フリートークの時間ということなんですけど、本当に最近ね、あんまり何も話題になるようなことがなくって、そうだなぁ。まあ、あえて言うとしたら、やっぱりさっきも言いましたが、私今大学4年生で、卒論が本当にピンチっていうね、まあ、毎度のことながら、こう、ラジオ撮ってる時には、ちょっと時空の歪みがあって、まあ、あっても1、2週間だと思うんですけど、もう卒論がね、びっくりするほど進んでなくて、もういつになったら本域で始められるのか、ちょっとタイミングを見失っていてですね、本来であれば、スマイリーチェリーってライブをね、先日ワンマンライブ10月9日に行わせていただいて、それが終わってから、始めようって思ってたんですけど、そんな休む間もなく束の間、今度はツアーのことがね、いろいろと始まったりね、
あとはその他にもお仕事があったり、あとはまだ発表されてないね、いろんな案件のお仕事とかもあったりでね、もう完全に見失っておりますタイミングを。みんな助けてください。もうね、やっぱね、レポートとはちょっと違う何かあるなって思ったんですよね。集大成っていうかね。レポートだと割とギリギリでもまあどうにか、気力でどうにかなるものなんですが、卒論はまた違いますね。だからちょっとね、やらかしました私。なんかいい案ないですかね。これをなこれしたらやる気を切るんじゃないとか、ちょっと皆さん卒論経験されたことある方いたら、卒論の恐ろしさとかすごいリアリティなメールとか送ってもらえたら私の背中をね押す一言募集してます。本当にね、こうみんなで応援してくださいよろしくお願いします。ではでは、皆さんからのお便りもご紹介していきましょう。まずルームネーム、チエリンさんからありがとうございます。ゆいちゃんお邪魔します。お邪魔されます。いつもゆいちゃんの可愛い声に癒されています。ありがとうございます。先日ゆいルームを聞いているとき、仕事でとっても悔しいことがあって落ち込んでいました。そんなときラジオから流れてきたゆいちゃんのディアンに心を打たれ、思わず泣いてしまいました。お仕事も学校も目いっぱい頑張っているゆいちゃんですが、悔しいことがあったり落ち込んでしまった時に元気をもらうためにこの曲を聴くよとか、このご飯を食べるよなんてものがあったらぜひ教えてくださいということで、ありがとうございます。あー嬉しいなー。ね、私自身がこうやってお仕事をしている上で、最初にね、このまず私この仕事を始めた段階からなんか自分のこう声とかにね、コンプレックスがあった身なので、まさかこんな自分の声とかね、こう仕事柄ね、お芝居だったりとか歌だったり、こう話だったりで、こう人の心をちょっとでもね、こう後押しできるようなね、支えになれるような、そんな職に就けるとも思ってなかったので、改めてこういうメールいただくとね、すごく嬉しいし、最初にこの仕事で頑張ろうって思えるきっかけになったのがこういう皆さんからのね、こういう声だったので、そういうのをこうやって言っていただけると、すごくこんな私ですがね、こう少しでもそういう風に言ってもらえる方がいるなら、まだまだ頑張ろうって思えるので、そうだから本当に私は皆さんからのこういう声がね、普段こう元気につながってますね。悲しいこととか落ち込んだりとか、もちろん悔しいこととかね、すごくあるし、これみんな多分そうだと思うんですけど、私もこういうお仕事からちょっとなんていうのかね、こういうラジオだったりとかね、そうだな、お芝居だったりね、やっぱどうしても表に出るものがこう目につけられがちですけど、結構ね、普段の生活だったり仕事の合間をね、抜き取るとすごく地味なんですよ。まあ地味って言い方がね、悪いかもしれないけど、でもね、それはどのお仕事もそうかなって私は思ってて、どのお仕事もこうやってね、こう日の目を浴びない時間が長ければ長いほど、やっぱりね、そうやって一瞬かもしれないですけど、表に出る瞬間っていうのはね、でもそういうこう努力とかね、皆さんもそうだけど、日々の葛藤があってこそ、そういうこう皆さんにね、こう届くものがあったりとか、皆さんもお仕事でどっかしら誰かがね、こう勇気づけられていたりとか、役に立っていたりとかする、そういう瞬間、本当一瞬かもしれないけど、やっぱりその一瞬って、こう頑張ってよかったなって思える、なんかそういう積み重ねが匹敵する、なんか匹敵するぐらい、やっぱり出てよかったなって思える一瞬のこうなんかこうかけてもらえる言葉だったり感情だったりってものがあると思うので、ね、悔しくてもね、辛くてもそこ乗り越えたらね、本当にね、幸せになれる一瞬があると思うから、頑張ってほしいなって思いますね。ご飯はいいですね。やっぱ美味しいものはいいですね。私はあんま元気ない時とかは、最近また卵かけご飯とか食べるな。お肉とかも美味しいけど、卵かけご飯を無心で食べるあの心地よさは何なんでしょうね。美味しいですよね、卵かけご飯って。だから食べて寝てね、それが一番かなって思いますね。はい、応援してます。じゃあ続いて、ルームネーム、
ひげ酒場さんからありがとうございます。ゆうちゃんこんばんルーム、こんばんルーム、お邪魔します、お邪魔されます。この前初めてラテアートに挑戦する機会があったのですが、やってみると想像以上に難しく、気づけば宇宙人みたいな奇妙な物体ができてしまいました。ゆいちゃんはラテアートをするとしたら何を描いてみたいですか、ということでありがとうございます。ラテアート、ラテアート、私ラテアートに関しては全然無知なんですが、あれだよね、いわゆるカフェラテとか、白い泡に、クマさんとか、そういう猫さんとか、可愛らしいやつとか、おしゃれな模様とかがあしらわれている、あれでいいんですかね私の想像しているやつかな。ああ、へえ、挑戦って何でだったんだろうね。お仕事なのか、はたまたそういう教室があったのか、どうなのか。または家で見よう見まねでやってみたのか、ちょっとわかんないけど、宇宙人みたいな奇妙な物体、何を目指してまずこうラテアートやってたのかにもよるけど、宇宙人ってことはね、何かしらの生物をきっと描いていたんでしょうね。宇宙人うんじゃないですか、宇宙人でも宇宙人専門のラテアートとか逆にそのね、不得意を得意に変えるっていうのも手だと思いますけどねえ、でもラテアートで言うと、私最近カフェラテが飲めるようになって、そうなんです。すごいね、大人感をね、自分で感じてるんですけど、だからお仕事の合間とかで飲む、こう、ホットカフェラテとかはいいですね、あれ。癒されますね。カフェラテってなんであんなに美味しいんでしょうかね。ミルクって最高。うん、牛さんありがとうって感じで、いや本当牛に感謝ですよ。もう本当にもうそれは常々思いますね。豆乳も美味しいけど、やっぱミルクって、特にホットミルクってなんであんなにホッとするんでしょうね。うん、牛さんありがとう。もうね、牧場の皆さんもありがとうございます。もう牛さんね、お肉も美味しいですしね、もう感謝ですよね。生き物のこう食の連鎖に感謝。ラテアートやってみたいな。じゃあ牛描いてみようかなでは続いて、ルームネーム春巻さん、ありがとうございます。ゆいちゃんこんばんルーム、こんばんルーム。コスメの話がよく出るなど、文化放送一女子力高い番組と噂の、そうなの初耳、ゆいルームですが、そんなゆいちゃんが女子力高いって思う人は誰ですか。なるほどね、女子力高いって思う人、いいんですかこの場を借りて言っても。私、じゃあこの場を借りて言っちゃうんですけど、私最近です、最近っていうか結構前からなんですけど、それこそ結構コスメ収集とかで、コスメ情報収集とかでよく活用するのが、最近話題の YouTube のYouTuber さんの、いわゆる美容系 YouTuber さんたちの動画を私以前からほんとちょこちょこ見させていただいていて、その中でも特に最近すごく気になっていて、ずっと注目してるのが、NMB48 さんの吉田あかりちゃんっていう、あかりんさんっていう方の、動画がすごく大好きで、で、美容系 YouTuber さん以前からすごく興味あって関心あって、ミキポンさんとかリサさんとかもすごくいつも見させていただいてたりして、その中であかりんさんは私 NLB さんだとお手入れちゃんとかがすごく私のこと大好きで、いつもファンでいてくださって、曲とかも聞いてくださって、で実は先日ライブに行かせていただいたってお話もしたんですけど、ご招待いただいて、その時になんとあかりんさんにもお会いすることができまして、私はい、インスタグラムなんかにツーショットとかをね、開けさせていただいたりして、もうすっごく嬉しくって、あかりんさんにこう会った時に、なんかあかりんさんも、太田ゆりちゃんと仲良くよくって、いつも私のお話を聞いてくださってたみたいで、はーい、なんかお話聞いてます、みたいな感じで言ってくださって、で、あかりんさんって本当にもう、私たちこうコスメオタ女子からするともう憧れの存在であるんですけど、そのあかりんちゃんから、かわいいってなんか、いつものこう鉛声で、大阪弁、関西弁混じった声でかわいいって言ってもらえて、もう私恐れ多すぎて、あんなかわいいあかりんちゃんにかわいいって言ってもらえるなんて、みたいな。で、あかりんさんはライブ直後だったんで、いや、こんななんか、いやいや、みたいな、こんな汗びしょびしょで、もうね、いやいや、みたいな感じで言ってもらって、で、コスメ私好きだし、こう、動画を見ても、
ますってこととかも伝えさせていただいて、そしたらなんかぜひね、あ、なんかお話ししようみたいな風に言ってもらえたんで、いつか、こう、コスメトークができるような、そんな日が来たらいいななんて思っているし、あとその時に、市川みゆりさん、NIB48 のそれも、にお会いして、みゆりさんも、私ちょっと昔から、ずっと大好きで、そう、それで、なんか、ずっと気になっていて、YouTube とかも、それこそ、YouTuber としてやられていたりして、皆さんとかそういうのもあったり、お話ししたりして。だから、こう、NMB の皆さんと、ね、その YouTuber の皆さんと、コスメ情報交換したいって、それが今、個人的な、これはもうお仕事とか関係なく、もう、ほんと個人の、個人的な願望でね。はい、ありますね。いいな。私もだから美容系 YouTuber とかすごい憧れるんですよね。ね、どうですか？こう声優界の美容系 YouTuber デビューっていうの。また新しいところでね。はい、やっていくっていうね。やりたいですね、そういうのも。はい、ということで、今回ここまでとなります。今後もどしどしお便り送ってきてください。で、ここで一曲お届けしましょう。現在私も座敷わらしの二子役として出演しています。放送中のテレビアニメ宝月の冷徹オープニングテーマ、地獄の沙汰オールスターズで大地獄地獄節。私がリスナーのみんなに聞きたいことを質問するコーナーです。テーマは月ごとに変わります。ということで今月のテーマはこちらでした。私小倉優衣にしてほしいハロウィンの仮装。はい、というわけで来週にね差し掛かっているハロウィンを満喫するために、皆さんから私にしてほしいハロウィンの仮装案を募集しておりました。これまではね結構番組とかでも何回かね来たことあったし、プライベートでもね大学の友達の団子ちゃんとね結構ねメイドさん来たりとかやってましたね。で今年もね、そう今年はラスト JD、 あ、まあ過去予定私過去予定なんですけど、はい、ラスト JD ってこともあって今しかできないことしようってことで、あれです、セーラームーンをやろうって企んでてこう今のうちにできることってことでね、はい、そんなことも企んでおりますが、まあ、いろんなのいただいておりますので早速ご紹介しておきましょう。ルームネームりなゆいの笑顔見守り隊さんからありがとうございます。ゆいちゃんこんばん、ルームこんばん。ルーム、自分がゆいちゃんにしてほしいハロウィンの仮装は魔女です。定番ではありそうですが、とんがり帽子をかぶったゆいちゃんがふふ
て笑ったら、裏がありそうなゆいちゃんになってドキドキしそうで最高に似合うのではないかと思います。ということでありがとうございます。魔女ね、なんか前に結構何年か前に雑誌のねページとかでちょっと魔女っぽい衣装着たのがありましたね。ふふってなったらなんかやっぱちょっと小悪魔的な要素がいいってことなんですかね、これは。なるほど、久々にいいかもしれないですね、魔女も。ルームネーム、ゆうちばさんからありがとうございます。ゆうちゃん、こんばん、ルーム。お邪魔します。お邪魔されます。ハロウィンでやってもらいたい仮装は、カワウソです。以前、カワウソをモチーフにした衣装を着てみたいという話をされていたので、これしかないと思いました。耳は久々にカワウソヘアを見たいです。ということで、きっと最高に可愛いと思うのでご検討ください。ということでありがとうございます。カワウソね。いや、でも、私にとってのカワウソはもうね、最上級ですから、こんなとこでね、こう、やすやすと、やすやすとって言ったら、ハロウィンに失礼かもしんないけど、でも、ちょっともうちょっと貯めたいな。それこそ、やっぱ、なんかね、ライブとかで着てみたいんですよ、私。ちょっと無理があるけど、何歌うのかって話になるんだけど、そう、でもね、ちょっとこれはまだね、まだちょっと出し惜しみしておきたいなっていうのはあるけどな。まあでも案としてはね、はい、ありがとうございます。考えておきますね。じゃあ続いて、ドラアットヘビドシさんからありがとうございます。ハロウィンの仮装ですが、上野動物園のパンダの名前がシャンシャンに決まったこともあり、パンダで行きましょう。もう探偵的な変わったところを狙うなら、小倉さんが生まれる前に流行っていたキョンシーです。男のキョンシーは両腕を前に飛ばして飛びます。ファンにお札を貼られたら止まります。なるほど、キョンシーね。私キョンシー知ったの最近なんだよね。うん、あれでしょ、あれだよね、わかるよ。あれ、なんか説明しようがないけど、手を前にやってさ、ピョン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 飛ぶやつだよね。怖いよね、あれ普通にさ。キョンシーか、可愛いのがいいな。パンダは確かにね、こう、今はね、確かに話題でもありますしね。話題性としてもいいな。確かに、パンダか。なかなかいいところをついてきてますね。うん、検討してみますね。はい、では続いて。ルームネーム、かわいさのドラゴンさんからありがとう。ゆいとも、こんばん、ルーム、お邪魔します。お邪魔されます。ハロウィンの仮装ということで、私がおすすめしたいのが、ハンバーガーの仮装です。ゆいちゃんが、今ハマっているハンバーガー愛を伝えるのに、ぴったりだし、インパクトもあります。実際に、ハンバーガーの仮装をして、大会で優勝した人もいるそうですよ。ただ仮装中にめちゃめちゃお腹が空いて仮装どころじゃなくなるかもしれませんね、ということでありがとうございます。なんかさ、画像もらってんだけど、これはちょっとだいぶカオスな、シュールな、あのね、しかも思った感じのハンバーガーじゃなくて、あのね、5人とかがね揃ってやるんだけど、なんて言ったらいいの、一人一人バンズの方とレタスの方とあのパティの方とチーズの方とっていうのが一人一人いて、それがこう横に並んでようやくハンバーガーになるっていうね。確かにだいぶ手の込んでいるけど、そもそもこんこれさ、もう揃えんのも大変だし、もういくら私ハンバーガー好きとはいえね、もう何でもかんでもハンバーガー送りゃいいだろうってわけじゃないですからね。はい。まあどうなるかはね、ちょっとまあ次週のね、放送を楽しみにっていうことで、まあ何になるのか、よう検討していきたいと思います。もちろんこのね、こういうルームスタッフもみんな総員でやりたいと思いますので、ね、写真とかもアップできるようにいろいろちょっと準備して参りたいと思いますので、皆さん楽しみに待っていてくださいね。たくさんの仮想案ありがとうございました。では来月のテーマも発表していきましょう。オープン直前のファンクラブでしてほしいこと。はい、というわけで来月はもう11月後半になると思うので、となるとあの12月はね、ファンクラブが本オープンに向けて動き出しているので、その中まあ現在あれですね、ファンクラブ名の募集なんかも行っているんですけども、そこでみんなと作っていきたいって思いもありつつ、どんなねファンクラブ、こんなことしてほしいなとか、こんなイベントをしてほしいなとか、こういう例えばなんだろう、
自撮りいっぱい載せてほしいなみたいな、自撮り掲示板みたいなの載せてほしいなとか、こんな動画上げてほしいなとか、なんかそういう皆さんからのリクエストがぜひあったらですね、聞かせていただいて、みんなで一緒に素敵なファンクラブ作っていけたらいいななんて思っております。ということで、来月はこちらのテーマで募集していきたいと思いますので、たくさんのお便りお待ちしています。小倉優衣セカンドアルバム、ハニカムハイタッチメモリーフューチャーストライクに加え、テレビアニメズレズレチルドレンのエンディングテーマなど新曲もたっぷり収録、小倉優衣チェリーパスポート発売中。上坂すみれのファースト EP 彼女の幻想は、テレビアニメ宝月の冷徹第2期エンディングテーマ、リバーサイドラバーズ奈落の恋、テレビアニメ裏腹のオープニングテーマアンチテーゼエスケープを含む全3曲を収録、上坂すみれファースト EP 彼女の幻想発売中。水木奈々、今年上半期の集大成を丸々収めました。ブルーレイ &DVD 奈々みずきライブジパングクロス出雲大社ご奉納公演月花の宴、キングレコードより11月15日発売。